皆さんこんにちは、中澤です。ロックです。よろしくお願いします。出てこれたんや。出生何したんやっけ。交換やっけ。いっちゃアウト。入院してたん。入院してましたね。もうあれやわ、あのパッと見た感じどっちが入院してたかわからんような面してん。確かに。あかんのちゃう。吸ったら入院してたんやから。あかんとは言われてない。いやだからその精神で今まで来て入院してた。やばいって言われてないとかじゃ普通は言うてくれへんねんから。確かに自分で気づけっちゅう話。確かに。あれさ結局何で入院してたん。まあとりあえず肺炎がメイン、はい、メイン。もう肺炎がメイン。うん、前菜はない。前菜よ。前菜だからある意味前菜が肺炎やつ。前菜が肺炎やろ。前菜が肺炎。前菜が肺炎で。前菜が肺炎。肉料理なんや。肉料理っていうと何なんやろな。新肥大とかなんかな。いやもうやばいな。死ぬやつや。ずっと言われてんねんけどなそれは。ドルチェはなんだ。ドルチェ。ドルチェはな。ドルチェはな視力低下。そんなのもあったん。視力も低下したん。視力も低下してるし俺右目のこっち見えてないらしい。そうなんや。お前がこっち見えてないらしい。それは何の原因なん。それもその複合的なやつ。うん、そうなん、うん、あの内臓から来たん。まあ高血圧やらなんやらみたいな。やばいな。じゃああれは君あれやんか。君のことムカついたらこっち側から手出せば見えへんねや。左目が見えてるからさ。あ、どういうこと。左目がだからカバーしてるそれを。おー、右のこっちが見えてない。右のこれが見えてない。だから左つぶってたらこっちここ見えてない。今ここ見えてないっていう。え、見えへんやろ。ここぐらいまでいったら見えんねんけど。見えるな。ここは何も見えん。もうここでも見えへんっていう。え、普通ちゃう、うん、もうようわからん。視野的にはだいぶ削れてるらしい。へぇー。あのさ、ほんまに入院してたん。入院してたよ。めっちゃしてたよ。何病院。近代病院なら。近代病院なら入院してた。うん。問い合わせるわ。どうぞ。よし。教えてくれへんやろ。どんな生活してた入院中。入院中マジでな、朝5時に横のジジイの寝起きの音で起こされ。寝起きの音。起きたらもうゲホゲホ言うてさ。そんなレベルのとこに入れられるぐらい。めっちゃずっと喋ってんのよ。横の83のジジイ。誰と。一人で。君と喋ってたんだよ。一人で、完全に一人で。俺だって目合わせてないもん、一回も。いや、目合わせてないから。目合わせにいたら君の方ずっと見てたんか。やとしたらめっちゃ怖いわ。目合わせてないから気づいてない。ずっとカーテン閉めてんのに。シャッて開けたらこの辺に言う。バカ怖いよ。まあ、実際はそんなジジイおらんかったんやから。それも怖い。あのジジイ何やった。朝6時に看護師に起こされ。早いな。早いね、6時やねん。だから最近6時半とか7時には絶対目覚めてる。で、血圧やら、採血やらして、7時半にご飯を食べ、それぞれ検査に呼ばれ。毎日やんのそれ。ほぼ毎日検査行ってたな。気持ち悪いな。何かと検査入んのよ。検査って何すんの。だからそれこそ、エコー、心電図、レントゲン、眼科、内科。血取られんの毎回。3日に1回ぐらいは取られてたな。ほなさ、ここ見してや。君、警察に止められた時にさ、うん、ここ見られたら、多少捕まるで。あのな、初めな、ここに入れとってん、点滴を。点滴の液がきつすぎて、静脈炎起こしたんよ。で、ここ入れてたんよ。あ、ほんまや。入れるかな。はい。で、ここにカテーテルをずっと突っ込んでたからさ。めっちゃ痛いやん、そのとこ。入れるときは痛かったよ。だから、その後、採血もこっから飲むのよ。だから、毎回針刺さない。そういう意味では楽やった。え？あ、刺さんでいいんや。刺さんでいいねん。あ、そう。もう出てるから、こっから。あ、それは楽やったかな。で、午後は。午後はまあまあ12時に飯を食い。飯食うんや。飯は食うさ、出てくんねんから。で、まあまた検査呼ばれ。おまた検査すんの。検査は大体1日2回3回呼ばれる。あの、積み木を積んでみるぐらい。いや、それはもうそんなリハビリじゃないから。幼児がやるようなやつをさ。リンゴどれって書いてあげて。これってやばすぎる。これそれはどうだよって言って絶対窓ないやんその病院。でまあ6時になったらまた夜ご飯を食べ。6時にならへんやん。なるんか。いやならんよ。ならんよな。ならんよ。ならんよな。めっちゃ暇やで。編集すればよかったのに。なんで俺が編集してんのよ。パソコンもないからよ。置いとけるやろ。でも置いとけはすると思う。ただ俺は最悪肺炎やろぐらいで病院に行ったからさ、何も持ってってない。いやでも持ってきてくれるやろ。着替えぐらいは持ってきてもらったけど。パソコン持ってきてもらえよ別に。君ノートパソコンあるやろ。あるよ。何でもとか
暇つぶしにしかならんなと思って。いや、暇をつぶすためにやってる。暇をつぶすために持って。暇なんやろ。暇つぶせよ。暇よマジで。暇つぶすためにめっちゃ寝てた。持ってこいよ。意味が分からん。暇をつぶすためにパソコンはって言ってるのよ。アホやな。暇つぶしにしかならんって。暇なんやろ。暇つぶすならしゃあないやろ。それもすぐ飽きるからな。いやでも飽きてないから自分なんねニートできたんやんか。確かにニートの時来てはニートの時はじゃあなんで暇じゃなかったん。まあデジタルコンテンツいっぱいあったからやろな。そうよ。だからパソコンあったらデジタルコンテンツの一端は担えるわけやんか。まあ確かに。え、思考力鈍ってる今。うん、めっちゃ鈍ってると思う。何にも考えへんかったもん。いやまあそれは普段もそう。あんま変わってない気もするけどね。あのさ、一つ気になったけど、その爪、親指の爪見して、カメラに。これなんか影響？ああ、これは仕事。ああ、これか。そう、これ。仕事どうなってんの？仕事もう休んでる。何ヶ月？もう1ヶ月ぐらいになるな。いや、やばくない？実際、一回更新はしてんのよ。だから、7月ぐらいまではいけるはずやねんけど。まあ、健康状態で、ね、その後は知らんよねって話。短期で契約更新していく人なんて、毎日来れるかどうかが大事やんか。実際そうだと思うよ。やばいな、うん、また2とか、まあ、その場合はまた考えながらよね。いやー恐ろしいな。どうすんねん。あ、そう、6時に飯食ってどうすんねん。だいたい9時過ぎに閉店じゃない。閉店ですね。消灯されるわけよ。早いな。やっぱそのなんていうの、終末期医療みたいなとこいるやつ。そこまでではないの。普通に全館消灯するから、まあそれまで野球見たりとか。でも野球途中で終わるやん。9時な。だからもうあとラジオよ。え、そうなんや。もうつけるのもわかんねや。テレビつけてたらもうって言われるから。誰に。看護師に。あ、看護師か、うん、隣のジジイやったら殴ったらええ。隣のジジイなんかもう夜中テレビつけとるから、うん、つけたらええやんじゃ。ずっとカーテン越しに光が俺の方に漏れとんねん。つけたらよかったよ。うるさと思いながら。君もつけたらよかった。しかもなんならジジイ俺の方向いて寝てんねん。絶対違うって。君の方向いて喋ってんねんって。だからあのいびきが俺に耳に直で来んねんて。でも君に喋ってたんやって。たぶんバカうるせえと思って。ずっと君に伝えたいことがあったんや。ただそんなじじいおれへんかったんやけどな。やとしたらやばすぎるって。病院や。あの病院怖い。そんなじじいは一切おらへん。君個室やったらしいからな。聞いた話によると5人部屋やったのに。5人もいたよ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 。入れ替わった時から来たよ。入れ替わった時から君の個室に霊が。怖いな。怖い怖いな。いやだからパソコンあったら別にダゾーンとか見れたやんけ。まあ J スポーツとか。確かに。今パソコン持ってきてもらったねって。確かに。携帯でよかったの。携帯でアベマとか見てたな。見てるやろ。見てるやろ。よかったよ野球別に。サトテルの座席だけは見んでよかったからさ。いやまあまあ見んでよかったよ。どうせ見んでよかったよ。で何がどうなって退院した。まあまあある程度そのもろもろの数値も落ち着いて、まあ家での療養というか。最後の時は家で過ごしてください。いや週末じゃないのよ。え、そう。まあ通院でやりましょうっていう話になって。飯は制限かかってんの。な、塩分とか、まあまあ量もある程度はかかってるよね。そりゃそうよな。ある程度でいいんかな。色合いゼロにした方がいいんちゃう。ゼロは死ぬから。死ねへんって。ある程度は死ない。ある程度死ねへん。俺別に俺がこの体型で1週間とか普通に飯食わんで大丈夫なの。大丈夫ではないけど生きてるんやから。こんなマッチョなんやから大丈夫やって。1ヶ月ぐらい断食しんやん。1ヶ月はやばいって。いやもうこっちの方がやばいんや。大丈夫やって。確かに。あ、体重減った言うほど。おかしいよな。なんで脂肪が減らんとか言うのじゃなく、あの肺炎やなんやで体に水が溜まってて、まあそういうの取るのもやってんねんけど、なかなかまあ減らず。今何キロぐらい。120切ってるぐらい。ああ変わってないな、あんまり。うん、そんな変わってないね実際。でもさ、水なんやろ。水は溜まってるとか言われた。絶対脂肪は減ってるって、うん、いや知らんね。君がどんだけ病院食、君病院食でもなんか山盛り食ってたから。いや病院食山盛り出てこへんからな。おかわりないからな。おかわりないないよ。おかわり自由じゃない。自由じゃない。機内食じゃねえやから。機内食おかわり自由じゃない。乗ったことないんだ君。機内食が出る飛行機乗ったことねえわ。全然おかわり自由ちゃうんで。だって機内食でねえわ。おかわり自由にしたら乗ってる分なくなったら終わっちゃう。もう終わり。追加できんねんから。でもということはさ、うん、こう食事療法を言われている、うん、プラス、うん、今と水で体重が増えている。いやと思うねんな。だからそれを合わせ技でやってったら、うん、めっちゃ減るんじゃん。めっちゃ減る可能性あるよね。めっちゃ減る可能性ある。確かに5キロぐらいピッて落ちる可能性は。5キロどころじゃないと思うよ。それさ、せっかく君ずっとサボってたんやからさ、
企画やろうや。サボってたって言わんといて。サボってたやん。サボってた。俺一人でどんだけサボってたって言わんといて。いや、入院しながらでもできるやん。俺入院しながらでも仕事やってた。あの俺盲腸で入院してたやん。でも動画届こうらんかったやろ。確かに。俺編集してたし、投稿もしてたって。これがサボってないって言われて。頑張った。え？それは頑張った。頑張った。ああ、そっか。俺をあげることにより君はその場にいようって言う。そうそうそう。俺はそれ平坦にしてしまってください。そう。俺をあげることによって。違うよ。そういうことじゃない。いや、その分なんか嫌味な。病院食生活。病院食生活というか、病院から言われた通りやるせ、当たり前ないけど、当たり前やねんけどな、これじゃないんやけど。だから、あの1日も食べるもん決めてさ、うん、しばらく続けて、うん、結果見ようや。あで、何キロ減るかやって、はいはい、その企画やろう。またあげるから、みんな、待ってて。それをやって、食材、うん、100キロ切ってなかったら、もう一回入社もらおうかな。今度はもうすごいとこ、もう全身縛り付けられるようなとこ入社もらおうかな。そんな病院あるかね。だってあの病院行って入院してもやべえって言われて退院してきて自宅でやってくださいっていうことをできひんようなやつは縛りつけないかって。確かにな。そうやろ。一回それは入院すべきやと思う。いややろ。そんな精神のやつはあるっしょ。確かに。そうやろ。だから100キロ切り100キロ切ったらってバンジーもいけるしやな。確かに。とりあえずバンジー行こうや。スカイダイビングだってできるわけ。そうやな。それちょっと100キロ切ろうや。うん、うん、せっかくや。うん、そうやな。まああとはまあ大食い企画がちょっとヘルシーになっていく可能性がこれから。そうやな。どうしてももう大食いはできひんかもしれない。大食いっていうかなんかもうケール1キロケールだったらやろ。限界シリーズもやな。健康に優しいものパク食いする。なんかネギ1トンとかゆで野菜とか湯豆腐何キロとか豆腐何丁とかなってくるからちょっとでもそれ面白いな。でもあれは君あの塩分控えないからポン酢と醤油禁止やん。そうやな。お酢だけ。お酢やな。酢きっつー。だからこれから先あのまだカレーの限界残ってんのよ。あげてないんやけど、はいはい、入院前やから、はいはい、みんな勘違いせんといて。ということで、まあ、これからあの入院前の動画もまたコロコロ上がっていくけど、うん、これだけ言わしてあの正直ほとんど上がっていくのは入院前のやつなんよ、うん、でガンゼ君痩せましたっていうのがもし来たとしたら、うん、それは勘違いやで。勘違い。だって入院する前のやつやからそうゴリゴリ太って今も別に体重的には変わってないからそんな変わってない。だからそれが何キロから水を抜いていけるかっていう話になってくるから、うん、ちょっとそれを別企画でやっていきましょう。だからそこで体重とか発表して、はいはい、抜いていきましょう。ああじゃあ、まあ、ちょっと退院してきてなんかあのあれやろあのこれから犯罪を犯しませんって保護司にいろいろ話してるの俺弁当持ちじゃないからなもうまだ半分残ってるみたいな彼出所みたいなやつやんか。ちょっとなんか週1ぐらいで面会せなあかんの。保護司に喋る感じで今後のやり方とかちょっとまあ今後暴食暴飲を控ええー、健康的に生活をし体調崩さんように活動頑張って言えたらなと思いますんで、これからもよろしくお願いします。あ、いうことで動画的には全然出てたけど前々のやつで、はい、1ヶ月半ぶりぐらいに撮影をさせてもらいました。そうね。これからアンガールズみたいになっていくガンセ君ご期待ください。アンガールズになったらすごいなと思ったしは思うかもしれないけどぜひよろしくお願いします。この辺で失礼します。ありがとうございました。